まあ、私にとって結構チャレンジではあるので、落ちるの当たり前ぐらいのテンションで、でも今日は本当になんか約1000名の選手、そうなんですよ、あれですよ、天気もいいしちゃんと寝れたし、ちょっと足が心配ですね、流れに身を任せて走ります。いけるんですか私？いけます、いけます、ありがとうございます、いけます。こっちは無風なんですけど、逆が向かい風、結構向かい風だった、結構向かい風だった。そうなんだ。飲みすぎ力、やこちゃんがグライドめっちゃ押してますよ。あ、そうなんですよ、私勝手にグライドライド、あの親善大使みたいな。いや、やめて。俺が狙ってるから。いやいやいや、マジマジ、俺さえ連れてったらもうやばいよ俺も。でも今日は何で走るんですか？今日はエッジプラス。あら、裏切り者。チープラントリップ、岡田さんは来年は MC っていう夢を叶え た,、ね、叶えた。我々は私も叶えよう、叶えよう。大森さん、いつものあの言葉をお願いします。持てるものすべてこのコースに置いてこよう。アリアちゃん、さあ最初にスタートするのが F1 の予定。13名の皆さん、はい、頑張って、いてえよ。あー、ダメだ、俺が痛い。ねえ、やばい、やばい、泣く泣く泣く、もうこれだけで泣く。まずはサブリナを目指す G1 の方々からスタートです。頑張ってください。30秒を超えて行きますよ。30秒を超えて行きますよ。バリ緊張する。足山の井上太郎社長です。よろしくお願いします。楽しんで走りたいと思います。スタート30秒前、ありがとうございます。井上さん、ありがとうございます。楽しいんで走れればと思います。頑張ろう、ついていこう。戻ってきた。ここから何周、何周ですね。8目、いい天気、ありがとう。まだ慎重に、あんま考えずに10キロ超えました。ゼッケンが外れた、もうめっちゃミラミラする。しぐさん、あゆめさん、レイドおじさん、読めない4人についてきます。21キロ、1時間26分トマトさん、はい、はい、どうぞ。しんどくなってきた。はい、もう一緒に行きたいと思います。風強い。やばい、どうですか。この一周が頑張りだけ、ここが疲れて、気づいたけど、見てくれてよかった。大丈夫、いよいよ。
痛い、やばい、降りちゃった、きつ、痛い、けど走ると痛くて上手くない、あ、痛いや、ダメだ、あと一緒、あと少し、でも大森さんがリタイア見てたから完走したいと思って、ファイトー、こんな声出るのにファイトー、ありがとう、終わり終わり、頑張ろう、ということでビヨンド2022走り終わってきました。35、6キロで足を痛めて、歩いたり走ったりを繰り返しながらなんとか3時間22分10秒でゴールすることができました。今回足が不調の中レース当日を迎えてしまって25キロぐらいですかね、ちょっと置いて集団から置いていかれたあたりから、あーなんかちょっと痛いな嫌だなっていう感じがあり35キロぐらいで爆発してしまいました。こんなに足が痛くなったことは初めてかもです。1年の疲れというかこれまでの疲労が来ちゃったのかなとかも思ったりしました。目標は達成ならずですごく悔しかったんですけど、ハーフは1時間26分で自己ベスト、30キロも2時間4分で自己ベストという、30キロの通過地点までは2時間55分でのねペースで押すことができました。35キロの地点もね約1分遅れだったんですけど、
そのぐらいまでは2時間55分のペースで今回押すことができたので、割と私的には嬉しくポジティブに捉えてます。こんなにいけるんだっていうね。公認サブ3もまだね達成してなかったので、正直このペースでそこまで走れるとは思ってなかったので、嬉しい結果だなというふうには思ってます。足が痛くなっちゃったのは全く嬉しくない結果なんですけどビヨンドが終わってから絶賛足痛です正直あの時痛くなった、あの時にやめてもよかったと思うんですよ。私は走るっていう選択をしたんですけど、それは今回ラントリップのチャンネルでビヨンドに挑戦させてもらっていて、私もラントリップにすごくサポートしてもらってる部分が大きいので、ラントリップのチャンネルで自分の役割として何がこうできるかなというか、どう役に立てるかというかを考えた時に、感想を持って帰るっていうことかなってその時、思ったのでゴールを目指したわけなんですけど、最後まで諦めずに頑張ってて感動しましたとか言っていただいたりしたんですけど、それが全て正解ってわけじゃないと思うんですよ。で、足が痛いのにめちゃくちゃこう無理して最後まで走って、後にで長引くっていうこともあるので、今回の私の足が痛くなったんだけど最後までゴールしたっていうのは必ずしも正しい選択肢ではないっていうことをこうお伝えしたいです。それがいい、それが正解だし、それが美徳みたいなわけではないし、途中でリタイアできる勇気っていうのもすごく素晴らしくて大切で、リタイアすることでじゃあリタイアした理由何だったんだろうってよりよくね考えたり、次のレースに向けてどうしようとか、そういう風にも考えれるきっかけになると思うので、なので、あの皆さんに無理をしないでほしいっていうことを言いたいです。ストレートに言うとこんな感じでちょっとね伝わってるかわからないんですけど、こんな感じの動画の締めにしたいと思います。でもね、やっぱり今回3時間のペーサーについてって、最後ちょっとペースを上げて自己ベスト更新するっていうね手もあったんですけど、せっかくねこんだけ自己ベストを出そうって言って、それを全力でサポートしてくれる大会とペーサーとボランティアの方とがいて、なので挑戦しないとねもったいないって思ったので、私も今回2時間55分で挑戦して本当に良かったなっていう風に思います。なんかビヨンドってやっぱ不思議な空間ですよね。普通のレースって普通に生活してるランナーじゃない方もたくさんいる中でマラソンをするんですけど、ビヨンドは本当にランナーしかいないなんかそこだけ異空間なんですよねまたその独特な雰囲気がね面白くて、こう余計なものを考えずに集中できるというか、面白い大会だなというふうに今年も思いました。これが2023年1本目の動画になりますが、今年はですね去年よりも楽しい動画を出していきたいと思いますので、また今年も1年よろしくお願いします。ということで、ここまで見てくださった皆さんありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。じゃじゃん